変形菌の生活感重血球中症の生活、間生活感、ライフサイクルとは、生物の成長、生殖に伴う変化が一回りする間の様子、特に核層との関わりから見た場合のそれを指す言葉で、ある。生活感とは、生物の成長、生殖による変化が一通り出現する周期の一つを指す言葉である。生活史もほぼ同じように用いられることもあるが、 こちらはむしろ生態学的な意味が強いのに対し、生活感は、格層の変化、世代交代など生殖に関わる部分を見る場合に、使われる。一般に、生物は栄養を摂取し、成長し、一定時間の生活を営む時期と、繁殖のための特別な活動を行う時期がある。これらを経て、生物はその姿を変えてゆく。その中で、ほとんど、姿を変えず、 時に生殖細胞の形になるだけのものがあるが、何通りかの生殖細胞があり、それぞれから現れる姿が異なるものもある。特に、生活を営む姿が、生殖細胞を隔てて二つ以上ある場合、世代交代と言われる。しかし、いずれにせよ、それらの姿の出現順番や出現する状況は、一定であり、元の状態に戻る。この一回りが、生活感である。 生物の生活観には色い々ろいろな方がある。動物のそれは大抵簡単で変化がないが、植物や藻類、菌類には多くの方があり、大至類において重要な特徴と考えられてきた。ただし他の形質から禁煙と思われる群において異なった生活観の方が見られる場合もあるので意外に変わりやすい形質ではないかとの指摘もある。生物において 生活を行う状態になる体を世代とも呼ぶ。生活感の中で世代が一つしかないものもあれば複数の世代を持つ場合もある。また、世代の変化と格相の変化が連動する場合としない場合がある。典型的なのは以下の三つである。なお、生活感の方の日本語名には揺れがあり以下で用いているのとは異なる名前が使われる場合もある。これ以外に 大きな分類群に見られる特殊な方としては以下のようなものがある。ただし実際にはそれぞれの世代が独立して生活活動を行うとは限らない。例えば服装と単装の二つの世代を持つものでも両方が同等に生活活動をするものは稀で片方がはるかに小さいものあるいは一方が他方に規制的に生活するものあるいはほとんど痕跡的なものもある。 例えば、皮脂植物の花粉は、配偶体であるとみなされているが、実際には、細胞は、分かれず、その中に、花粉感覚と生細胞が分化するのみである。これを配偶体という一つの世代であると判断するのは、シだ植物との系統関係に基づくものと言える。独立して、それなりの生活活動を行う体を栄養体ということもある。状況や、周囲の環境に応じて、 姿を変える場合もある。この場合、前期のように規則的な変遷の形を取らず、出現頻度は不定であったり、季節に対応して生じる。ありがとうございます。